ザ・ベビー・シッター・キラー・クイーンは2020年に配信が開始されたダン・レガナの脚本によるマック・ジーがプロデュースし監督するアメリカ合衆国のコメディホラー映画2017年の映画ザ・ベビー・シッターの続編出演はジュダ・ルイス・ハナ・メリー・ロビー・アメルとベラ・ソーンベビー・シッターの B に率いられた悪魔数ハイカルト集団を倒してから2年 コールは未だに当時の記憶に苦しめられていた。カルト集団を血みどろの戦いの末に倒したはずだったが、その痕跡が何もかも消えていたために、誰一人としてコールの言葉や彼の身に起こった出来事を信じなかったからだ。両親でさえも信じない状況の中、カウンセリングを受けつつ、高校生活を送っていた。当時の記憶に苦しむ彼を周囲は変わり者とみなして、 高校生活もいじめられる日々が続く。しかし、帰せずして、奴らが再び現れ、状況を飲み込めないまま、コールは、またしても悪夢に立ち向かうことを強いられる。カッコ内は日本語吹き替えその他の吹き替え版キャスト、金城山と、宇田博志、佐々木革新、越後屋康介、秋山薫、山、橋正臣、塚本直行、渡辺渡る先き2019年9月、受田。 ルイス、ハナメリー、ロビー・アメル、ベラ・ソーム、アンドリュー・バチェラー、エミリー・アリン・リンド、レスリー・ビブ、ケン・マリーノが前作から続投し、マック・ジーがダンレガな脚本による本作を監督することが発表された。ワンダーランド・サウンド・アンド・ビジョン、ボーイズ・シルレル・フィルム・グループと共同で映画の制作を行う。2019年10月、ジェナ・オルテガが映画のキャストに加わった。 主要撮影は2019年10月14日に始まった。ありがとうございます。